写真拡大。練習試合、楽天日本ハム21日、金鳥ベースボールスタジアム。台湾の大王、大柏徹が、初回一死一塁で右翼線二塁打。米アリゾナでの紅白戦から出場、6試合連続安打をマークした。3番、左翼でスタメン出場。第1打席で、楽天先発池田の内寄り直球をコンパクトに振り抜き、鋭いライナーを弾き返した。2回の第2打席も鋭いライナーを放ち、右前打。ここで代走が送られ、お役御免となった。実戦6試合で13打数8安打、打率615。台湾で2年連続4割をマークした新助っ人が、まだ練習試合の段階とはいえ、日本でも順調な滑り出し。栗山監督にも笑みが浮かんだ。